仲間よりね、人の上に人を継ぐなって、人の下で人を継ぐなって、みんな同じだって。人の上の下いねえだって、大豆も同じだ、人間なんだって。で、下、人望人の頭も食うぐらいねえも、人だから、人の下で人を継ぐなって、みんな同じだって。同じだ。全部同じなんだよ。俺が80で25の人も、みんな同じだ。 女も男もみんな同じで、だって、だから親じゃないんだなんていう、いっぱいの旅なんだよ。同じだ。家庭今のほど長生きはできないんだ。みんな、うずの中で3日に1回で喧嘩してみろ。これは毎日1日ずつ潰すばっか。ほ なんだけど。 俺は68年間だ、一緒になってな、かがでな、こんな飯食いっかよ、うまくねえ、一言も言っちゃいねえ。言ったら一言も言えよ。作る人の思いやつだろ、それ。だから、うまくねえを返しやったらば、自分を自分をいじめんの。うまくねえな、と思ったら、あ、俺の働きが悪いんだな。かがが苦労してんだな、思えばいいんだ。自分を責めればいいんだ。自分を責める場合の。 そんなことだよ。俺が勝手な今なんだ。これが、この銅像の弟子なんだよ。この、心、野球、なんだよ、剣道も柔道も、これ踊れるの。これは銅像だから、こうやって、老婆子ながら話してんだから、悪いことまでしょうね。そういうことだ。だから、NHKのこのことだもんな。俺、思うから言ったんだからな。 何でもいいんだら、あんなこと言われるんだ。俺、一番見てるから、俺でねえのかな。母さんだ。俺は、弟子だからな、食っかなと思って、本当は半信半疑だった。でも俺、電話したんだ。電話したら、食っかい、来るって言うから、初めてから分かるって、分かるって。だから、もう、第1回、合格。 間違いねえから、ほいで、ここでやって、あれで覚えると、本当にNHKのナンバーワンあれるって。切り草なんだろ、それ、大学で、これ、前橋、群馬県出身だよ。竹林市なんだよ。前橋で、今、群馬県出身だよ。2個目やんだ。 いい大学でいいんだろ。それはな、イリチのナンバーワンだよ。これナンバーワンでいいのかな。俺言ったのな、この前言ったら。